津田さん、ひろきさん、こんばんは。津田さんは桜坂46の皆さんと番組やってますが、これは面白かったなという裏話はありますか？桜坂の裏話、まあそうですね、桜坂46ってやっぱアイドルグループなんで、うん、あの裏話は一切しないです。あ、さすが。そこらへんやっぱテレビ業界で生きていくっていう覚悟がきちんとできてていいですね。